まあだからまあ、ガーフとはいえ、未完成だよね。特に。やってヘビ食らうね。次逆どうしよっか、やりますか。いかげん俺の体力も限界を近づいてきたが、まいって、やっせ、まだ生かしてる。俺がゲージ溜まるのを許してる。いけませんな。自分に解放、相手が打撃出したの見てから出してんの。当たる距離ではとりあえず解放。ちょっと待って、引き上げ2回でいいか。これはやってね、できてね、完璧な押し受け身と、竜の場合は中足を受け止めたら出してる。あ、これ移動から臭みっすね。それにファックさんのが BP 高いけど、俺の方が PP 高いで、欲しってるから、バックさんも知ってる。俺の方が BP 高いで。これでさ、BP も高かったら文句なしたんだろうけどね。BP 上げてもね。間違いなく、あの人もね、BP 上げに来るからね。いたちごっこなんだよね。ぶっちゃけ。もう、その、ワンランク上の強さに行かないといけないから、本当に。あのファックスさんじゃいけないポイントまで行かなきゃ多分追ってくるから。相手キャラによって特別得意アンチ全員決して決めづらいよね。無本じゃー、無本じゃー。でも特別得意あるしね。ただ俺の方がうまい。1くらいにこだわる人って多いから、どのキャラでもそういうのあるじゃないの。まあ1位にこだわる、まあそれは1番にはなりたいよ。ただそのね、言ってしまうとね、みんながさ、強いっていう誠塚いるじゃん。あん中でもね、結構優劣は俺頭の中では入ってるよ。なんかみんな強い強い言ってるけど、俺はこの人より強いな、みたいな。多分この人には負けねえな、みたいな。人差あんな、みたいな。あ、やべ。ミスりすぎ。全日でも寝てんのかしょうがねえな。キャラさんに声かけといてやるよ。実際対戦して倒せば認められるでしょ。倒したことあるわ。君は大事な考えですな。口だけ言ってもダメじゃん。倒したことあるわ、俺は。まあ、ただ、はっきり言えるのは、ファックスさんは俺より弱いとは思わないかな。PS にも結構いるよ、その3人を、俺はどう思ってるかみたいな。言いたくないわ。
勝っても誠は運ゲーと言われる。ガーフ。中先で結果を出せば誰も文句言わないよね。そうか。いやまあ認めてほしいわけじゃないの。ただその頭の中でね、俺は絶対この人には負けねえなみたいなのはあるっていう。亀尻王国ではファックスが一番活躍してたやん。あべ最近だとあれやね、最高点だと俺の方がやってたかな。気にしてんじゃん。まあ、ただそのね、今現状のさ、自分の動きにさ、まあ、自信が全くないわけじゃないけどさ、その全一ってさ、言い張れるほど、俺はまあそこまでのぼせてもないから。ゾンビさん二重先やって勝つまことやぞ。カメさんの強いんだから大会で結果を出せばワンチャン。強気に全一とか書いとけば配信もちょっとは人来るんかね。まあ自分が全一だって思うぐらいに実力ついたら全一って書くかな。F300 の俺がゴイクサして主に勝って敗前歴ですって語れるかって言ったらそうじゃないと思うんだ。その代わりあれそう。その代わりあれそう。でその本当に実力がさ、あーこの人は全員値あるわみたいなまで。カルクの話は終わろう、話を変えよう。あったら、あれないんじゃないかな。おいっちーマジ。とりあえずブツファックス超えたら認めるよ。ブツファックスさん超えたら3万で打ち切りやん、大体。カメさんが言いたいことがあったら言えばいいねん。サルマーとヒカリン倒したカメさん最強。あっべ。ヤマは言いたいことはちゃんと言ってるって。あ、やべ。おはようございます。え、見えねえ。はい、おはようございます。この話が終わろう。いや、売る方が楽しみやね。
まあでもファックスさんもね、似たようなこと頭で思ってると思うよ。そんな家計醤油より大ボスコパダイピー醤油のが減るんだよね。コパダイパン大醤油ってさ、え、根元ヒットするん？軽い気持ちで組み手やりましょうって5先くらいたまにやってこ、大会で結果残すかブプコエンとわしは認めんぞー。まことはする。いや別に認めんでもええけど。ここは最悪なの？いや怒ってないよ。ただそのね、俺は頭の中で思ってるって話なんやけど、やろうとしたらやろうとしたでさ、いや、しょうがないが来てないよ。絶対なんか言うやつ出てくるやん。一生言い続けるやつみたいな。そういうのが嫌なんだろうね、ファックスさんも俺も。いや俺は嫌やしね。ファックスさんもそういうの嫌やから、多分。あんまモサと連戦とかしたくないんだろうね。と高くてブプも高くて同じマコと相手で勝てるって思える人が多いなら、うわ届かない、堂々と胸張って全日語ってもいいと思うし。いや全日はね、実力が伴ってない。だから実際に戦えばいいと思うんです。とりあえずブプを1くらいになったらファックスが動くよ。わら、そうだ、結局動くからイタチごっこやん。だからあんま BP は俺は気にしないかな。いい、あーうまい。イタチごっこでもいいから上に行ってみてくれ。まあ、売る方はね、頑張るんで、売る。あ、やべ。あー、おっせー。売る4でねえから4本で買っても認めるよ。あ、認めんの、認める、認めやわ。個人が認めても結局やない、全体が認めんと。ニコ生始めてさ、ちょっと前まではさ、俺もさ6000とかいかんかった実力やったしさ、全然ファックスさんより下手くそやったからさ、もうみんなが、あーもうファックスさん1位だわみたいな、自他ともに認めるかって感じやったよな。あー最近全体的なレベル上がってるからね。たまになんかめちゃくちゃうまい誠とかいるからね。てかさっきから認める認めるって言ってる人はどの立場にいるのかが気になる。プロリスナーだよお前それは。護衛ではないんじゃないかな。なんかエリちゃんはなんか言ってなかった？ファックスさんが引退するまで待とう。そうすれば1位だ。エリちゃん、ウルホで復活せんかな。3人で出たいな、大会。届く？
引退せえへんで。いやまあ格ゲー好きな人は続けるでしょ。本当になんかそら人がいなくなるとかさ、次のゲームが出たとかだったらさすがに俺もやめろ。16戦の誠相手に認める発言してるんだから、そりゃとんでもなく強いんでしょうね。白目それは強いでしょ。モチベハカメさんより下がってるけどね。あーなんか最近ジョジョやってるね。いや俺もモチベ高いわけじゃないけどね、ぶっちゃけた話するとね、スパ4以外にするゲームがない。あ言い換えるわ、する格ゲーがない。ブレイブルーの新作待ちやし、ジョジョもあれやし、売る方もないし、まあそれだったら、まあ今後一番期待できる。かつ何をやってるのってカメさんちゃうの？一番気持ちよくなれる？あ、まあテラリアはまあ別で、格ゲーの中ではスパ4しかないかな。一番気持ちよくなれるのがスパ4だから。え、何その昇竜？中波動のミスか。近所のゲオで新品のジョジョ150円だった。え、いくらだって？150？ 本当に1500じゃなくて1500の間違いじゃない？それ転売したら筋トレんじゃね？自販機やないか。ジョジョありますとか書いてそうだな。なんかジョジョタダだったらしいじゃん。なんか PS3 と一緒に買ったらジョジョがついてきて、その自販機の場所を教えてくれ。実質タダみたいな。そうそう、PS3 とセットみたいなね。ハッピーセットでももらえるよ。150円なら買いたいな。なあ、150円なら買うわな。しっかり、150円なら買ったがいいよ。ジョジョ本体。10円足りなくて急いで取りに帰ったら売り切れてて涙。140円しかないのにゲオ行くなよ。DLC1 個。そうだね、 DLC600円だっけ、一キャラ。駄菓子屋の小学生みたい。確かに所持金はロッシュ。ワンコインなら買ってもいいな。100円。でもなんか買い取り価格がさ、500円ぐらいなんでしょ今。そんぐらいで売っててもおかしくないかもね。わぁ、見ました今。リバーサ、コンボ食らってる最中に、ダイヤ足こすりですよ。
昇竜拳は安い。見るだけだったからそんなめっちゃってなかった。150円か、買えるな今。ちょっと見に行こうかな後でゲオ。さすがに150はないと思うけど。商売になんのかよ。何 ?5000 円ぐらいで買ったのが、1週間後には500円っていう。一番かわいそうなのは在庫の山を抱えた管理者なので、想定の範囲内。まあ、発売当初に買うのはなんか、後悔しないやつじゃないとね。限定版とかね。俺は絶対後悔しねえぞ、みたいな。まあ、ジョジョが大好きな人とかは後悔してないんだろうね。発売日になった人は人柱になっちゃったね。R のジョジョ愛の話する？なんかあったん？知らんないけどそれ。いや俺もジョジョ嫌いではないけどね。マーカクゲーだと思ってない人にはなんともないんじゃない。カメさんもジョジョ配信して。ジョジョ持ってない。500円だったら買うわ。1000円以下だったら買うわ。それ以上だったらまあちょっと要は相談かな。定価8000円って書いてあった。初期8000円。限定版みたいなのもあったんでしょ？知らんけど。500円以下はさすがにないでしょ。ああ、いかいか。ちゃんと膝の上に置いてやろう。膝だな。まあでも1000円ぐらいならありえるんだよ。買い取り500円っていうぐらいやし。ちなみに安さの秘密は店長の優しさと人気もなさって言ってました。店長の優しさ、そこの店に行きたいな。勝ち。飲み物取ってきていい？
ダメって言われても行くけどな。兄ちゃんのアスブスレに小売店店長のツイッター貼ってあったけど3000円以下で売ると赤字になるんやって。もう諦めたんじゃない。3000円以下で売ると赤字。そうなんや。赤字なのに売っちゃっていいの？でも3000円以下にしないと売れないんか。それだったら赤字覚悟で売った方がええんかね。大家兄弟ウルコンが出ない。買っとったんに。もう値下げするしかないんだろうね。もうこの人いっか。疲れた。別の人とやろう。何点ぐらいやった。